月亭はちみつの8チャンネル。さあということで、第9話見ての感想ということですが、はい、まずはあのこの間ね、イベントがあったやつ、お兄ちゃんがちょっと、はい、欠席やったんで、まあ、お兄ちゃんの口から言うのもあれやから、ちょっと小林明さんで一言皆さんに、そうですね、本当に先日はすまなかった、本当にね一瞬ひばりと会いかけたんだけど復活したからもう大丈夫、申し訳ない。ありがとうございます。いや今までで初めて全部聞き取れた。一応あの謝罪なんでちゃんと伝えとこうと。お兄ちゃん声真面目だとか。そうなんですよ。じゃあ別にあのいつものシャッて言って終わるからって思ったらめっちゃちゃんと真面目。マジであれあの件に関してほんまに申し訳ないっていう心しかなくて。しょうがないそんな。本当に真面目やわ。こういうところが真面目やわ。兄ちゃんすいません。いや謝罪やからな。すいません。いや謝罪やから。あの頃はもちろん凱旋門賞は馬券買うこともできないじゃないですか。できないできないです、ね、小井さんはそれも普通に競馬として見てたってことですか。それ見てた、うん、結構あのぐらいの年で日本馬にしては相当チャンスあるかなっていう凱旋門やったから、はい、であれも海老名さんやな。ですね。へえ。俺は中山フェスタの時の凱旋門は行ってんね。すごいっすね。中山フェスタも2着取っちゃいました。2着ですよね。それ何て覚えてるの。それ2回2着なんてんで。はあ。やっぱり現場の空気はちゃうんですか。どんな感じなんですか。あれ俺はあのフランスの散髪屋で、はい、馬みたいな縦髪のモヒカンして行ってんけど、はい、それが目立たんぐらいみんなすごい確かにそれ目立たないですか。めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。俺はでも墓まで行ったから逆に向こうのテレビとかの取材を受けたけどな。だからファンで世界中からそういうすごいセレブたちが集まって見に来るレースっていうことですよね。そうです、そうですね。はでっかい帽子かぶったドレス着た女の人がいます。行ったことあるの。あの凱旋門はないですけど、でもそういうレース僕はドバイしかないんですけど。へえ。結構だからもうほんまにお酒とかも結構自由にワイン配ってたりとかして、あそんな感じ。みんな、はい、あそうか。兄ちゃんプライベートで行ってたの。僕も凱旋門賞も何回か僕は行ってプライベートで行ってたの兄ちゃん。まあ僕はあのプライベートで凱旋門はあの前の嫁さんと行ったことあります。凱旋門賞じゃない、凱旋門、ただの凱旋門新婚旅行で。あ、そうです、そうです。何個前の嫁は。いや、そんな結婚してるか。これでそんな経験できてたらやばいやろ。なんかあるやろ。4回じゃなかったっけ。え、1回です。多分なんかそのほんまに日本で強い馬の中でも多分適性がめちゃくちゃ合ってる馬とかもいてると思うんですけど、うん、なかなかそういう馬って日本では耐性しにくくて、うん、だから日本でめっちゃ強い馬が代表としていって勝つっていうのが最高なんですよ。あ、最後 の、 あのトライアスロンした、はい、あそこ凱旋門行ってない馬だらけやねんけど、はい、あのメンバー行ってたらどれか勝ったやろうなと思って。ゴールドシップが行ってますね。あ、そうか。ゴールドシップはでも全然あかんかった。ダメでした。ダメやった。ゴールドシップ適正ありやね。3頭一緒に行ってるんですよ。あれはしかもめちゃくちゃババジャスタウェイとめっちゃババ悪かった時やんな。ジャスタウェイとハプスタとゴールドシップで行って、おお、3あかんかった。ダメでしたね。残党とも、まあ、負けたな。全頭ぶっつけやったんで。はあ、なるほど。鈴鹿先輩の走らへんっていうのも、はい、結構馬あんねん。あれ、あ、その時によって怪我したら治っても、うん、はい、限界まで行ったらもう一回怪我するかもしれんっていう本能で走らんくなるのが結構おるから、そこめちゃくちゃリアル、リアルに。リアルでしょ。あれも。でもなんか鈴鹿先輩が走ってるところを見れてるっていうのが、うん、そう思ったらありがたいよね。確かに。だってちょっとキャラ変わって、はい、海に頭から鈴鹿先輩が突っ込むなんてやましいね。一人だけガーンってこう起き上がれたと思うんですけど、うん、なんかそのポーズずっとそのコーチが来るまでやっとこうっていう心境に変わった、うん、一番奥が鈴鹿先輩やっぱり、あの一番前なんでね。一番前そうでしょう、ね、確かに。僕らでもカメラ振りこっち来るまで、うん、やっぱりその体勢でおるもんな、立てるもんな。そうですね。そういうことか。どっかでやっぱりその金田一耕助のやつも意識してたと思うんですよ。やつあるかもな。
のやつ。いろんな要素がな、はい、入り込んでるというのが、その要素いらないです、まあ、Q はこれ元ネタであったと思います。ないわ。なるほどね。さあ、Q はも元ネタがあるということなんですが、こんな元ネタがあるような話でした。でもないよ、なんかあんまり要素的には少ないね。レースもないし、ほんまにインディアンポーカーぐらいじゃん。インディアンポーカー元ネタあるとすればね。まあ見ていきましょう、どうなのか。はい、エルコンドルパサーの海外挑戦。冒頭のシーンでスペちゃんとエルコンドルパサーが電話している、うん、エルコンドルパサーはフランスより世界最高のレースの一つ凱旋門賞の勝利を目標と話す、うん、これはどういうこと、まあ、まんまですね、エルコンドルパサーが海外に挑戦したっていうのは。ああ、そういうことね。あ、はい、なるほどなるほど。ブロワイへの登場、さあこれが気になるところでした、うん、そうですね。はい、エルと凱旋門賞で戦うブロワイエ。ブロワイエはヨーロッパ最強と言われる馬娘。元ネタはモンジュ、あ、兄ちゃん言ってたよ。そうですね、モンジュという、競走馬、当時の欧州最強馬で競馬ファンの中では有名な馬。これ皆さんご存知ですか、うん、モンジュは。モンジュはみんな知ってるんじゃないか、この世代ね。やってた人は、めちゃくちゃ強かったです。まあ当時はそうっすね、はい、名前もやっぱ覚えてるもんな、まだモンジュは。へえ、どんな戦績やったかな。だからキングジョージとかも買ってから来てるんじゃないですか。名前の元ネタ、ブロワイエという馬娘。ブロワイエっていう名前のセンスめっちゃいいですね、うん、この由来は2つ見たら説があります。モンジュ城がブロワ地区にある。なるほど。ブロワイエは打ち砕くという意味。すごい。でも文殊城やろな、うん、そういうことですよね。ブロワ地区にある。中国でも夢打ち砕くっていう意味もある。ああ、打ち砕くね。はあ、なんかでもフランスってベルサイユ宮殿とかあるから、うん、このベルサイユ感すごいですね、うん、ああ衣装ね、めっちゃ思いました。それは、ね、確かに、うん、ベルサイユのバラってこんなんやったもんな、ね、こんなんじゃね。なるほど。鈴鹿怪我からの復帰、合宿で怪我は感知していると分かっているが全力で走るのが怖いと話すサイレンスとか。これ小泉さん言っておられましたね。やっぱり馬が、うん、やっぱそういう精神面、はい、精神面っていうかもう反応なんかもしれんけどな、うん、それこそジョッキーの方でも落馬した後ってやっぱり一生するのちょっと時間かかりますもんね、うん、あ、まああっさり勝つ人もいますけど。そうですね、うん、なんかどんなことよりジョッキーとかも多分復帰週に重症化ってとかしてました。なんなほな俺らも全然的外れかもって言ったもん。でもそう、そうです、はい、そうです。もともとはでもそうやろうけどな。そっちの方が多いですよ、それは。どっち、どっち、俺らなかなかレース感を取り戻すのが難しい。そっちやろ、方の方が多い。データをきっちり取ったら、はい、普通ぐらいかもしれない。いわゆる普通ぐらいのやつ。よく勝つジョッキーはすぐ勝つし、はいはい、なかなか勝てないジョッキーはそれはなかなか勝たれへん。平均取ったらこの話は別に言わんでもよかったっていうことですか、平均で言うと。まあそうですね、はちみつさんが率先して喋ることではなかっためったにないね、このメンバーで率先して競馬の話をすること。他のことは言うね、競馬のこと率先して言うことないで。多分たけしあたりが言ってたらさらっと流れてる。ああ、わかりました。はい、あの無理しないと思いますか。でもジョッキーも確かに、はい、そのなんでしょう、もう落馬が怖いと思ったらもう終わりやみたいなことはおっしゃるんで、うん、そこは馬も共通することなんじゃないですかね、走るのが怖いとかって思う。実際の競馬でも怪我からの復帰は体力面、精神面的に難しく、筋肉を鍛え直すことやレースに出る闘争心を取り戻すことが必要。怪我からの復帰っていうのはよくあるやん、馬もまあもちろん怪我してそっから復帰してる馬とやっぱり復帰できない、それは何、怪我の場所っていうこと。怪我の種類は見たら骨折とかは結構戻ってこれるんですけど、うん、屈腱炎とかは一回戻ってきてもすぐまたなったりとか。それは屈腱炎というのはそれも病気なの、それとも怪我。それは病気って言った方がいいんですよ。怪我になるのかな、あれ。いやもうだからその骨折とかだったら骨とかなので、うん、くっついたりとかしたら治るんですけど、うん、腱とかなんで、あ、そこはやっぱり一度断裂してしまったりとかしたらやっぱりもう一回やっぱ人間でもそうやもんな、筋やった方が、はい、はい、これも骨折よ、骨折の骨は2ヶ月にひっついたけど、はい、そっからの数字は半年かかった。だからそういう意味で言ったら金引きりっていう馬とかは、うん、
あのそういう類の重い怪我しながらももう一回復活したりとかしてたんで、多分相当すごいその陣営の苦労とか馬のもうだから能力高い馬は1年半ぐらいかかっても復帰させたいもんな。あ多分 G1 まで届くって思ってる馬は。そうか、はい、そう思うと太平克実さんもアキレス腱切った時、やっぱり1年ぐらい響いてたのか。何しちょいちょい出てくるんですよその人。サイレンス空間の時も出てきましたよその人。アキレス腱切った。え馬と同じぐらいかかってたんですか。梅田あの梅田花月でアキレス腱切った時に1年ぐらいかかってました。落としたって言ってね。ネタ中。ネタ中ネタやってる時や。ありましたねでもね。音だなんか落としたみたいな。うん、自分の足のアキレス腱切れてんのにどっか後ろでなんか。なんか落としたらみたいな言ってたらもうそっからアキレス腱でも1年やからな。でもあっこからやっぱ吉本陸上でも、はい、ちょっと足遅なったもん。遅なりましたね。やっぱ怖さがある。だって若い頃芝生で運動靴で5秒台で走ったっていう実はダン、はい、トツ早かったですからねあの時。そうなんですか。そう、多分井出らっきょさんより早かったと思うで、吉本を代表するハスピード。さあそして凱旋門賞がスタートいたしました、はい、世界最高峰のレースが凱旋門賞にエルコンドルパサーが挑むシーン。レースの元ネタは1999で凱旋門賞。エルコンドルパサーの挑戦は日本中で大きな話題となり、日本では初めて凱旋門賞の生放送があった。あ、そうなんや。してるんですよね。いや、そうなんですよ。なんか僕映像で見たら絶対グリーンチャンネル引いてないのに、うん、なんでやろうと思って、それ今軽く調べとったんですけど、うん、あ、いや、あったんですね。あった。今下向いてなんかこちょこちょしてるから。いや、僕なんで映像生で見てんのやろうと思って、僕絶対グリーンチャンネル当時引いてないの。よかった、なんか下半身をずっといじっていじってる。下向きだ。勝見兄さんの話聞いながら下半身用意しない。いじってたから、いや、俺注意したらあかんと思ってた。違う違う、いや、そうなんです。めっちゃ覚えて、実家で実家で映像で僕見てるんで、うん、絶対グリーンチャンネル聞いてないんで、うん、でもお兄ちゃんがラジオって言ってたなと思って、僕だからバイトやったから多分見れへんから。どっちもそういうことですよ。なるほど。ここからほんなら毎年も日本でも見れるようになったってこと？いや、あの毎年じゃなくて日本の有力馬が行った年とかじゃないですかね、うん、多分そうですね、うん、日本馬が行ってない時は多分なかったと思う。でも、ね、ほんまにエルコンドルパサーは多分、うん、そのいきなり凱旋門賞で走ったんじゃなくて、うん、その年の初めからフランス遠征してたんで、うん、結構そこでちゃんと成績残してたんで、うん、第一高かったんですよ。だから、うん、じゃあこれは生放送したら面白いんじゃないかって多分なってたと思うんですけど、前情報も入ってきてたもんな、うん、向こうの芝向きの走り方になってきたとかな、でも多分体つきも大きくなっててたのよ。エルちゃんが言うてた、言ってたな、はい、レースの映像をよく見るとテレビ画面を意識した色調映像になっている。それはどういうことやろ。どういうことやろ。昔のっていうこと。ちょっと荒い。あ、昔のその今のテレビではない。そんなとこにリアルにやってんだよ、そういうところ。あと僕ちょっと気づいたところあったんですけど。お、これはもちろんその元ネタのところに載ってないと思うんですけど、うん、多分なんか黄色と黒の虎柄の。いた勝負だよ。あれタイガーヒルなんちゃうかなと思ってるんですよ。ああタイガーやから、はい、トラガーいたな。いたですよね。だから、まあ、これああやったクイズ出た。あー兄ちゃんこれはやった。いや、ちゃ兄ちゃんこれはやりません。すいません、してやこれはすいません。兄ちゃんさ、はい、いや、俺らはええよ。作家の中田くんがさ、ですね、あの一生懸命さ、はい、クイズを考えなあかんって元ネタ拾うためにさ、はい、あのでね、あのご覧になってる皆さんも参加してくれて、我々に出す問題、はい、こんなのやったらちょっと難しいんちゃうか、答えられるのちゃうか、でも答えるシーンも見たいから、皆さんが抜群のクイズを作ってくれてるのよ。それをさ、兄ちゃん。すいません、まあ、分かるんですけどね、イベント休んでしまってね、ちょっといいとこ見したい。いや、分かんねんけど。いや、でもこれはもうちょっと兄ちゃん、テレビをご覧。こっからだから、はい、僕の白恋がまさに見れるわけですよ。あ、こっから。こっからだって。はい。こっから、わざと。わざとですやん、だって。こっから、このまま。いや、兄ちゃん。タイミングやったな。小林明で。あ、ちょっとすいません、何しか出してもらっていいですか。はい。本当に、先にね、言ってしまって、本当に申し訳ない。あのね、あの赤い矢印が赤いトラクターに見えます。申し訳ございません。すいません、また
真面目にやってしまいました。真面目やな、兄ちゃんは。謝罪言っときます。なるほどな、クイズがあったんや。あったんや。あ、やっぱタイガーいる。ほんとすいません。タイガーいる。あ、猫耳。でもこれ見つける方もすごいな。一瞬だけ映ってたんですよ。そのタイガーヒルっていうのはあの日本の馬？いや海外の。海外の馬やのに？はい。強かった。すごいな。はい、それわかんのもすごいな。うん、すごい。タイガーヒル。そうね。こっちだってしまった。確かにあの柄は目立ったもん、ね。目立ちましたね。なるほどな。確かに。はい。さあそして。岸アマゾンの苦手なスタート、凱旋門賞がスタート。エルコンドルパサーは好スタートを切る。エルコンドルパサーの好スタートを見て、成田ブライアンは岸アマゾンにお前よりスタートうまいなとつぶやいた。史実の岸アマゾンはスタートが大の苦手で、1996年のエリザベス女王杯ではスタート前に暴れてゲートが破損。そのため本来使用しない予定だった一番外の枠を使いスタートした。今でもたまにあるよね、あの入れへん時にいっちゃん外から行くやつ、ね、外枠発送は、はいはい、ただね、これはいじり方としてはすごい荒いですけどね、うん、というのは、いや、エルコンドルパサーってそもそも全然スタート下手じゃない、むしろ上手いぐらいの馬なんで、なるほど、なんかちょっと下手くそぐらいな、ちょっと出遅れた馬を見て、うん、シアマゾンにでもお前よりスタート上手いなっていうのは、うん、正当ないじり方だと思うんですけど、うん、これエルコンなんてうまい方やから、これはちょっと荒いですけどね。ヒシャマゾンもいじりたかったから。そうですね、もうと言ってヒシャマゾンって概ねほとんどの、まあ、ゴールドシップの次ぐらいに多分下手くそやと思うんですよ、この今出てきてるメンバーでいうと、うんうん、なのでもう 誰のスタート見てもほぼ、まあ、言えてしまういじりではあるんですけど、なるほど、ちょっとブライアン意地悪だな。まあ、だけどなんかこの2人の関係性やから言えてるみたいな仲のいいところも表現してるんでしょうね。そうですね、有馬でも出遅れたんじゃないかな、ヒシャマゾン。ああそう、はい、いや、なんで強いの結局出遅れんの。強いです。強い、ただね、このむちゃくちゃ強いんですけど、うん、G1 はね、2歳 G1 勝ってるよね。2歳 G1 今で言う、今で言う2個ちゃいます、ね、今で言う2歳 G1 とエリザベス女王杯だけなんですよ。これって強い馬にしてはめっちゃ寂しい戦績なんですけど、うん、でも強いんですよ。それは出遅れてんのに結果強いってこと。あ、でもそう、ただね、はじみさんが思ってるほど何回も何回も出遅れてるわけではないんですよ、多分。とにかく結構、うん、その気持ちいい勝ち方というか、うん、その豪快な大味なレースをして勝ち続けたっていうのがすごかったんですよ、当時。この1996年のエリザベス女王杯は外枠なって勝ってんの。いや、これは勝ってないです。これはね、やっちゃったんですよ、このレースは。え、膠着になってます。はい、膠着になった。ダンスパートナーっていう馬が勝って2着でゴールインしてるんですけど、フェアダンスっていう馬の進路を妨害して、フェアダンスの後ろの着順になってるはずです。へぇー、よー覚えとんなー。すごいなーのはずです。でも確かこの時はちょっとね、衝撃でしたね。うん、膠着、 G1 膠着やった。あ、珍しいね。そうですね、その頃で言うともうマックイーン以来とかやったんじゃないですかね。はあ、なるほどね。だけど、まあ、あ、まだでもヒシアマゾンこんな足使えんねやと思いましたけど。あ、強かったですよ、はい、全然内容としては。さあ、そして逃げるエルコンドルパサー。普段は中段で待機しながらレースを進めるエルコンドルパサーが、このレースでは逃げの戦法を選択。これもなかなか、まあ、陣営からリアルで言うと逃げようっていうのは、それともそのバーン出てしまったっていうこと。これどっちなんですかね。普通は作戦練るよね、もちろん、うん、でもまあ、中でも言ってたけど、やっぱ包まれる大戦も行くとどうしても、やっぱり前に行った方がいいっていうのは昔からは言われていたけどな。オルフェーブルの時でしたっけ、包まれて竹さん出られへんのってやつはあれだった。竹さんは出れなくなってないです。多分オルフェーブルを包む側に竹さんがいたんです。絆がオルフェーブルを閉じ込めてるうちの一頭になってるというか、形的にはですけど。で、俺はこの勘違いしてる今、凱旋門賞。大体のことをそうする。勘違いしてるの。一回忘れてくれますか、はい、皆さん。だから、でもね、うん、あ、すみません。あ、どうぞ。エルコンドルパサーは、まあ、中段からレースしてたのにみたいなこと言ってたと思うんですけど、多分この年に海外に行ってから、うん、海外のレースも結構消灯数が多いんで、うん、それに合わせていろんなポジションで競馬してて、多分ね、相当エルコンドルパサー、うん、操縦性も良くて頭いい馬だなっていう印象があったんで、うん、
その前哨戦とかで逃げることができんにやって見せるよりかは、うん、多分一発本番でここでパーンって逃げてもって奇襲作戦でやれるんだっていうところをここでやったと思うんですよ。だからサイン持った時奇襲作戦通じるのはこれの繋がってるな、ほんまあれでもサインしてくれって言われて、まあ、あれからあれどういう意味やったんですか。あ、なんか言ってたやん。あれなんか言ってなかった。あサインあれね、エルコンはでも言ってたな、その後ファンと間違えられたところですよね。あ、そう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 。で、あれの内容をその後、あの言ってたって確か。ノーマークでっていうような言い方をしてたな。まあ、前哨戦3頭立てとかのレースもあったんで。あったよね。3頭立てとかやってた。サンクルーとか違ったかな。サンクルーは多分もっと強い。サンクルーじゃない。フォアショー。何レース出た？フォアショーとか。フォアショーとサンクルーと。多分前哨戦3戦ですね。もう4戦目か。イスパン、サークル、フォア、凱旋。その結果出たの ?3 つは。2、1、1、2です。うわぁ、やっぱ強いねんな、でもな、それ。あ、2個勝ったっけ ?2 個勝ってた。へぇー。フォアショーか。その時はあの女王は走ってないの強い人。女王。モンジュ。モンジュとは多分対戦してないはず。これが初めて。はい。なるほど。モンジュって女でしたっけ。いや、あの、男なんですけど。はい。あ、娘で見てるから女王って言ったんですか。そうゴールドシップの警告。観戦している他のメンバーがエルコンドルパーサルの逃げを褒める中、ゴールドシップだけはもっと離せ、最後の直線は長いぞと警告している。観戦メンバーの中でゴールドシップのみ凱旋門賞に出走した経験があり、それを意識したコメントになっている。はあ、そっか、時系列で言うと逆やけど。なるほど。これはどうなんすかね。切れる足も持ってるんで、うんうん、離せっていうのはペース上げろってことなんで、結構紙一重ですよ、これ。ね、だから、まあ、ためろっていうのが正しい可能性もあります。あ、本当は。しかも偽りのストレートってね、フォルスストレートっていうところがあって、はい、最後の直線はって言ってるから、今のが今が偽りの直線を走ってるってことなんやろうな。へー。ゴールドシップに関しては僕が知る限り、なんか海外の競馬場なんて合いそうなね、はい、ババ的に、うん、ぐらいタフじゃないですか、ゴールドシップは。まあ、やけど全然厳しい状況。あ、まあ、ステイゴールドサンクが日本の馬の中では多分合う方なんですよ、うん、オルフェーブルがそうであるように、うん、ただね、後ろめっちゃ後ろから行ってそのまま終わったようなレースだったと思います。ただやっぱ海外はああいうババが得意な馬だらけやから、あ、日本で得意と言われてるゴールドシップより、ゴールドシップ行った時バブ悪かったよな。悪かったっすね。なかったんだよ。なんかね、でもね、ハープスターが外から突っ込んできて6着まで来てるから、うん、そんな外は悪くなかったんかなっていうような印象も受けてるんですよ、ね。ゴールドシップもその時によってこう差のある馬ですか、やっぱりレースめっちゃありますね、はい。ああ、そうよね。なんかそんなイメージ、強い時と後ろからぐーっとロングスパートですね。だからな、ぶつけじゃなかったらどうやったんかなとかも思うしな。でやっぱりこの結構タイトなところに入ってったはずなんですよ、うん、だからその動くに動けないっていうのも多分あったし、うん、で僕この時プライベートで行ってますけど、ジャスタウェイに福永ジョッキー、うん、でハープスターに川田ジョッキー、ゴールドシップに横山のりのジョッキーって、これ日本人ジョッキーでこれ、うんうん、挑んでるんですけど、うん、僕は他の2人に聞いたんですけど、やっぱノリさんが結構凱旋門賞初めてだし、海外もあんま行ってないということで、結構なんか緊張されてたような雰囲気を出してたんで、ひょっとしたら陣馬ともにめっちゃ緊張してたんかなっていう。そうなんや。だってやっぱり凱旋門賞っていきなりってなかなか勝つって難しいと思うんで、そういうところも多分あったんちゃうかなって。この時はだから日本の馬のポジションも全部悪かった。悪かったっすね。そこを俺は優雅ちゃんに、はい、聞いたことがあんねんけど、はい、それ聞いて、ああそうやったんやって思ってんけど、はい、それ何聞いたか忘れてた。何やったかな。めっちゃ気になる。何かは忘れたけど、それ聞いて納得したのは覚えてる。それを教えてください。なんとかそれを、あの昔のバイトの話を思い出さんでええんで、これは思い出してください。そんなことがあったんやって思ったことだけ覚えてる、はい。僕もちょっとこんなことあったんやのうる覚えでもいいですか。ゴールドシップとジャスタウェイって須貝厩舎で、うん、まあ、須貝調教師もい
ってらっしゃるんですけど、うん、確かフランス着いてすぐに須貝先生財布すられてるよ。その時点で運気良くなかったのか。俺らは思い出さんで。俺らはあのカメラマンが財布すられてる。フランスめっちゃすられるんで。ノブさんも一回すられてる。ヨーロッパ気をつけてくださいね皆さんね。スリが多いとは聞きますんで。いやその話別にええねん。そんな話。はい。そして実況の再現。先頭で直線に入りゴールまで 100m のところまで来たところで後ろからブロワイエが猛追、はい、史実と同じ展開で観戦しているメンバーがブロワイエが来たと話すし、このブロワイエが来たは史実の実況を再現している。へえそうなんや。へえずっと連呼したんや。連呼してたやつがもうまさにそのたけしは実況、この実況覚えてるんですか。いや、これでも覚えてないですね。たけしが覚えてないということはちょっとこれあれよね、都市伝説の可能性そんなこともありますから。たけしが一番正しいと思うんです、うん、実況覚えてないたけしはもうこれ珍しいから。はい、そして凱旋門賞の結果、最後はブロワイエが1着でゴール。エルコンドルパサーは最後に抜かされ2着に敗れてしまう、レース後には2人がお互いを讃え握手。シーズでも3着以下大きく引き離しており、チャンピオンが2頭いたと現地メディアが叩いていた。確かになったことです。おーすごいな、それ。海外ってこういうところ僕いつもね、すごいなって思うね。あのそうですね、チャンピオンが2頭いたってやっぱり日本の感覚では言えへんやん、うん、その発想ないやん、うん、俺こういうところ好きやわ、海外の。ちゃうで、日本から来た馬でも同等に扱うというところね、素晴らしいなこれ。そして視聴者さんからの質問、当時凱旋門賞でエルコンドルパサーが敗れた時の気持ちを教えてください。あー皆さんどうでした。兄ちゃんはさっき言ってたバイトで、はい、ラジオでも、はい、その瞬間は、うん、うわエルコンドルパサーこんなに戦えるんだ、世界にすごーと思ったんですけど、多分翌日かなんかで、うん、実際に映像見たらこんな僅差なんて思ったから、その時は悔しいと思いました。これリアル、これぐらい、これぐらいです、はい、一馬身あるかなし、ないです、ない、一馬身ないです。はぁ悔しいなって思ったらやっぱりモンジュが上手なのかな。ここでさ、いつも思うな、あの競馬の浜さ、まあ、首さ、うん、なんでなんでなんて思えへん、あのそこで刺せる刺されへんのさ、やろな。まあでもたまたまが一番大きく占めてると思いますよ。でもたまたまで毎回そんな首差とかなる。でもやっぱり最後なるんすよ。ジョッキーも馬もやろうな、はい、確かに、はい、勝負したら勝つ馬おるやん、はい、さでも、はい、2000m 走ってきて花差とかやけど、はい、オペラ王とかもそんな馬やったやん、はい、僅差でずっと勝つ、はい、そうですね。だからやっぱり勝ち切る馬っていうのは違うなと思うな。確かにそうですね。でこの時の気持ちというより、はい、俺はこの時にもう日本馬勝つのは近いなって思ったから、そっからずっと勝てへんやん。いまだにもう二十数年たって、いまだに凱旋門を思い起こした時にやっぱエルコンめっちゃ惜しかったよなってなる馬やな、ね、この当時もちろん僕知らないですけど、やっぱオルフェーブルで勝たれへんかった時に、勝ってたけどな、あれは勝ってた。あれも結構包まれたからですか。いやいや、あれはもう斜めに走りすぎて、うちらちぶつかって外から。あ、そういうこと、はい、あれはもう誰、あれはだって池江先生とか、はい、もうすごい各世界中のホースマンたちに、はい、すごい馬やったなって、あの足今まででも見たことないような足使ったなっていうので、すごいいろんな人に話しかけてもらったっていうぐらい勝ち馬よりもインパクト強かったからな。だってもう外から馬なりでね、スピードアップしてぐんぐん抜いていきましたから、で、あれは勝ってた、あれは勝ってました、うん、力的には。まあ池添ジョッキーやったら勝ってたでしょうね。勝ってたな。誰が乗ってたんですか。池添ジョッキー、スミヨンが乗ってた。スミヨンなんて世界でも乗り換えたんや。だから世界でも有数じゃないですか。だけどそのだからもうフランスを知ってる名手。そうです、フランスのことは知ってるんですけど、オールフェーブルのことはそこまで知らない。なるほど、難しい馬っていうこと、うん、はあ、でもそこが難しいところやな。勝つ勝つって、だからそんなんも凌駕した何かがあんねやろな、うん、結局その時勝ったもペリエなんで、やっぱりそれもほんまにフランスをちゃんと知り尽くペリエ。俺中崎町で一回会ったことあるんですよ、ペリエ。そんなとこ会った時にハチミさんペリエやってなります。ペリエは分かって、いや、そいやペリエはあれやで、ペリエは確かにペリエいてますよって教えられて、それジローラもちゃうんですよ。身長が全然ちゃいますよ、中崎町。ジローラもやったら分かりますよ。ペリエは
あの名前はペリエしか知らんかって逆に競馬して、まあ、その時あんまやってないからペリエの名前は知ってんけどペリエがおるって言われてペリエ見てデムーロ京都駅で見たことあるんだよね俺デムーロ京都駅はありそうですけど信じられへんぐらい綺麗な人が来たら、うん、あのデムーロさんの前の奥さんやったよ俺世界で一番綺麗やったそんなにめちゃくちゃ僕だって初めだってデモロに気づかなかったんですよ僕綺麗な人おると思って外国の人、うん、なモデルさんやなと思ってたら人だかりできててデモロって中にええなデモロ、はい、いいっすね羨ましいです前僕さんですけどねまあセボロはいというようなことでどういうようなことどういうようなことやねん一体外人機種に会うたエピソード2段階はいということで、いよいよ9話が終わりましたので、うん、次10もう終わりです皆さんもう終わるのか、はい、なので、はい、次回期待していただきたいと思いますありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いします次回も見てね。